漫才。漫才は古来の一万歳をもとにし、愛知県の大和二万歳の影響を受け、日本の近畿地方で独自に発達したとされる、主に二人組で披露される演芸、和芸、二人の会話の滑稽な掛け合いの妙などで笑いを提供する。大正末期、映画の弁士によって始められた漫談にちなみ、1933年、昭和8年頃に、 吉本工業宣伝部によって漫才と名付けられた。漫才を行う者を漫才師と呼ぶ。近畿圏の漫才を特に神型漫才という。漫才の発祥と言われる一万歳。漫才は平安時代から始まった芸能で、新年をことほぐ株である。二人一組で家々を訪れ、新年を祝う工場を述べた後に、一人片方が打つ。鼓に合わせて、もう一人が舞う。 江戸時代には、全国各地でその地名を冠した終わり万歳、三河万歳、その後、大和万歳などが起こり、株のみでなく言葉の掛け合い話や謎かけ問答を芸、加えて滑稽味を増し発展していった。しかし、第二次世界大戦後にはほとんど行われなくなっていき、今では、保存会などの復興、継承がされている。明治時代から行われた、大阪の予選芸であるは、 この一万歳のうち三曲一万歳をベースにしたと、される。三曲一万歳は呼吸、鼓、三味線で生やし立てる、賑やかな一万歳で、初期の万歳もこれに習って、楽器伴奏を伴っていた。初期の万歳の芸人には、万歳という分野を切り開いたパイオニアである、玉子屋円達、市川淳和歌や、砂川捨丸、中村春代のコンビなどがある。 現在の情報漫才は、玉子屋円達や、砂川捨て丸ら、大阪の甲州音の鳥芸人たちが、巡業先で訪れた、当時の万歳の本場であった、終わりの万歳師からこの音玉万歳を習ったのが、始まりであり、終わり万歳から派生したものとされている。また彼らの門流が活躍、秋と実の論文によれば、玉子屋円達が、蘇我物語を歌った時の、 大役の太鼓叩きとのやりとりが、ボケとツッコミの始まりで、ここから、今日の近代漫才が始まった。ただし当時の予選芸は、落語が中心であり、漫才は、添え物的な立場に置かれていた。その後、にわかや、にわかから転化し二人で落語を演じる形式の、軽口話、老し、曲の要素が混ざり合い、大正末期には、吉本工業の芸人である、横山円達。 花火シアチャコのコンビが画期的なしゃべくり漫才絶大な人気を博した。彼らの漫才は従来の和服、太鼓、歌の一万歳、万歳とは全く異なり、スーツ姿で会話のみという一線を隠す形式だった。このスタイルが囲碁の漫才に踏襲されていき、日本古来の太鼓で歌う一万歳、万歳は廃れていった。しゃべくり漫才は アメリカの和芸ダブルアクトにも影響を受けているとされる。ビートたけしは、漫才の直接的なルーツはアメリカにあるとしている。アメリカのほか、ドイツ、韓国、中国などの国々にも似たような二人組の和芸があって、日本の漫才のように空気を読んだボケ、突っ込みや激しく、どつくようなパフォーマンスも見られる。昭和初期までは、基本的に、一万歳。 一万歳の表記が使われることが多かったが、吉本工業は一般公募で呼び方を募集。国慶コント、ユーモア万歳、モダン万歳、ニコニコ問答などの公があったが、橋本哲彦、後の同社社長が納得するのがなく自ら漫才と漢字表記だけを変えた。1933年、昭和8年1月に、吉本工業内に宣伝部が創設され、 この宣伝部が発行した吉本園芸通信の中で漫才と表記を解消することが宣言されたことから現在では当自動車の宣伝部門を統括していた橋本を漫才の名付け親とするのが通説となっている。しかしこの前年の九百三十二年昭和七年三月に吉本工業が吉本工業合名会社として開訴された際に営業品目の一つとして 漫才の表記がすでに使われていること。なお、橋本の吉本工業入社は、合名会社への改装後であるなどから、漫才の名付け親は、橋本ではなく、当自動車の総支配人だった、林翔之助であるとする説もある。翔之助は橋本が幽待してからは、わしが考案した、わしが橋本に提案したなど自慢していたという。長らく吉本新喜劇、文芸部所属で、 円達あちゃこと接してきた竹本光造は昭之助の名付け親説を否定している。小島定次は橋本説を取りつつ漫才の表記が広まり定着したきっかけを1934年昭和9年4月25日から3日間東京新橋演舞場で開催された特選漫才大会宣伝物や紹介記事としている。当時東京吉本の責任者だった。 林弘孝が小島に語ったところによると、弘隆が演芸愛好家である作家の長谷川慎の相談を仰ぎ、青木、同工業の開催をきっかけに、表記の本格的な統一を決めたとしている。当初、漫才の表記には、過月定九リマルなど、芸人の間で批判があった。演達アチャコ以降、漫才は、急速に普及して、他のスター漫才師を生み出し、 秋田実などの漫才作家も活躍した。東京では、円達アチャコと恋にしていた、柳谷金五郎が触発されて、一門の五郎と緑明らに講座で掛け合いを演じさせ、これが、今日の東京漫才の外されるリンガルセンター、万吉につながった。一方、砂川捨て丸、中村春代や東京の諸角や千代若、千代菊など、 おはやしを取り入れた古典的なスタイルを崩さなかった漫才師もいた。太平洋戦争の中で漫才師たちは相方の戦死、病死、消息不明などに見舞われる。吉本工業は映画会社へ転身を図り、ほとんどの専属芸人を解雇した。また、同社と専属契約していなかった漫才師たちは大阪に結集し、仕事の受注やマネージメントをする。 ノス助芸能者を立ち上げた。初角やノス助が交通の便などが良かったために、西成区三王で芸人を集めたため、三王は芸人横丁と呼ばれ、地元の人に親しまれた。その後、交通機関の発達で三王を離れての活動が容易になり、多くの芸人は千都地工業や新生プロダクション、情報芸能、いずれも後の小築芸能、そして演芸工業を再開した。 吉本工業と契約するようになった。1 9五十から1 9六十年代、上方では、中田大丸ラケット、宮古町長、なんと、ゆうじ、か娘、夢めじいとし、きやじこいし、うなばらおはま、おばま、あけトリオ、大おとりけいすけ、けうた生、じんせめぐみマンガトリオなどが、東京では前述のセンター。 万吉のほか、コロンビアトップライト、大空ヒット、サンク空、マスミ、宮田洋洋、布地、雪江、途上、A2、あずまきみえ、うつみけいこ、よしえ、ししてんや、せとわなどが、ラジオテレビで活躍した。1970年代、髪型では、中田カウスボタニや、コメディナンバー1、レッツゴー三匹、うなばらちさと、バンリ、 などが対等して新たな笑いを築いた。東京はコントに笑いの主流が移っていく中で、青空球児、工事、昭和のいる、コイル、星セントルイスなどが賞レースを賑わせた。1980年には関西テレビの番組、花王名人劇場や富士テレビの番組、ザ・漫才から漫才ブームが起こり、横山康西川清 B&B、B B 今行くよ、来るよ、ザ、ボンチ、ツービー,イート、太平三郎四郎、島田信介、松本龍介、西川則夫、上方義尾、オール阪神、巨人などの中堅や若手漫才師が人気を集めた。彼らの中には現在でも芸能文化活動の第一線で活躍しているものが多い。1 9九十年代にはダウンタウンのゴッつえ漢字が、 放送開始され、現在のお笑い界でも多くのレギュラー番組を持つダウンタウンがローテンションの漫才スタイルという新しい笑いを生み出し、その後の漫才史に大きな影響を与えた。漫才は寄席で行われる演芸として発達したが、マスメディアとの親和性にも優れており、ラジオ番組やテレビ番組でも多く披露されていった。漫才は主に2名で演じられるが、 三名以上のグループが演じる漫才もある。BGM などを使用する場合や演者が楽器を演奏する場合もある。衣装は男性の場合、伝統的にはペアあるいはそれに類するスーツ着用が主流で原色のラメなどで派手に彩られるものが多かった。しかし、1980年代の漫才ブーム以降はカジュアルなストリートファッションで演じられることが多くなっていった。 最初に、ジーパンで言ったのは、中高薄ボタン。キャラ作りや自らのトレードマークの個人のために片方、もしくは双方が特徴的な衣装や髪型をすることもある。片方はタカ、タカオトシ、アキラ、ノンスタイル、山本志郎、エルシャラカーニ、タダケンジ、カウカオ、カスガ・トシオードリーなど。双方は、若手時代の B&B や、ヒゲ男爵、磁石、ミキなど。 また銀シャリのように一種の希望としてあえてスーツを着用するケースもある。小道具は用いないか用いたとしても点数はごくわずかである。衣装、小道具に関しての制約は少ない。音楽や照明の効果には頼らないことが多いがアルコピースなどの一部の漫才師は使用す。なお必須ではないがスタンドマイクが置かれることが多く。 舞台の中央に置かれることからセンターマイクと呼ばれる。近年はより効率よく音を拾えるピンマイクもつけて演じることが多い、通電していないスタンドマイクをシンボル的に置くことがテレビ番組や舞台ではよく行われている。2名の演者はボケとツッコミと呼ばれる2つの役割に分けることができる。1万歳の太夫と再造に当たる。ボケは 話題の中で面白いことを言うことが期待される役割である。話題の中に明らかな間違いや勘違いなどを織り込んで笑いを誘う所作を行ったり冗談などを主に言う。一方、その相方はボケの間違いを素早く指摘し、笑いどころを観客に提示する役割を担う。ボケの頭を平手や軽い道具で叩いたり胸のあたりを手の甲で叩いて指摘することが多い。 この役割は、ツッコミと呼ばれる。もともとボケは、そのとぼける行為によって、笑いを誘うことが多かったことから、とぼけ役と、呼称されていた。原石において、紹介の都度、ツッコミ、役、とぼけ、役と称されていたことが、後に、音だけで、ツッコミ、役と、ボケ、役、ツッコミ、役と、ボケ、役のように転じたことから、現在のように、ツッコミ、 役、ボケ、役と称されている。大事性によれば、ツッコミは、漫才で、ボケに対して、主に話の筋を進める役とされているが、実際には、必ずしもそうとは限らない。ボケが話の進行役を担当する、漫才師も、少なくない。またその役割分担も、必ずしも、固定的ではなく、達者とされるコンビほど、流れによって、 自然にボケとツッコミが入れ替わる展開を用いる。そのため、ボケとツッコミは厳密には固定化された役割とは限らず、やりとりの様を概念化したものと考えるのが妥当である。なお、ツッコミが進行する漫才師は中川や昭和のいる、コイル、夢じいとキ木ジコイし、ノンスタイル等がいる。逆に、ビッキーズ、宮川大輔、花子、大木小玉、ま、 ヒビキ、ナイツ等は、ボケが進行する。役割分担が、固定的ではない漫才師には、中田大丸ラケット、横山康西川清中田カウスボタン、オール阪神、巨人、トミーズ、岡健太、ユ太、タ、三四郎などが該当する。前述のようにボケとツッコミの役割分担がない。漫才は、過去には少なからず見られたが、指定精度が廃れ養成学校世代、 お笑い第三世代以降が台頭してからは、大半の漫才コンビが、ボケとツッコミの役割分担が明確なスタイルの漫才を演じている。ただ近年においては、笑い飯の登場以降再び増加したとも言われている。また、数は少ないが、双方ボケツッコミ、笑い飯、ジャルジャル、またツッコミがなく相方のボケにもう一方が、納得したり感心しながら進行するボケと、 便乗ボケの組み合わせ、双方ボケのアというスタイルの漫才、シャンプーハット、プワゾンガールバンド、ハライチ、全くツッコミを入れずに説得するスタイルの漫才、アルコピースを特色とするコンビも存在する。我が家などのトリオ漫才においては、ボケ二人に対して、ツッコミ一人のパターンが多いため、ネタの役割分担によって、大ボケ、小ボケと区別する。なお、 バラエティ番組においては、ボケの人物の個性が出やすいの傾向に変わりはないが、突っ込みの人物が、頭が悪く、天然ボケや場の空気を読めていない人物、要するに的外れな回答、返答を知りする人物である場合は、ボケの人物から突っ込みを入れられることがしばしばある。前田勇は辞書において、漫才を以下の4類10種に分類した。漫才師の芸及びネタは、 これら十種の要素をどれか一つ特化させているかまたは組み合わせている。現在では主にこの二つが漫才の一般的な形として認識されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。